ですね、うちの店舗は通常は緑が多いんですけど、ここの店舗は全くないんで、こちらをちょっと作ってみました。こちらはうちのお店で使っているはかりです。重さ、メガネには重さも結構重要なんで、これで測ります。ゼロからちゃんと使えます。グラムを測れます。で、このですね、こちらは、どこから作ったかというと、うちはリサイクルなどするお店ですので、こちらから作りました。実はですね、あれ、あ、すみません。 The man 78 come to see you 10 minutes before 78 Oh, really? 10 minutes before? Ah, thank you very much. こちらのゴミ箱なんですけど、捨てられるものから作りました。また日本に帰ります。あ、やっべ、靴忘れた。靴を忘れました。これ、この靴じゃないとね、山登りできないし、トレーニングにならないんで、今から日本に帰ります。今日は予約がありますように。今日は行けるかな、香港エクスプレス行けるかな。手荷物でいつも入れちゃうんですけどね、人によっては入りません。これ手荷物7キロまで今日は危なく入れてもらいました。手荷物にしないと遅いんですよね、これ。荷物待ってるの時間がもったいないんで、スタッフさんによって全然違います。入れてくれる人と入れてくれない人。空港です。今日は早い便です。19時。また日本。